こちらインタビューブースの山崎です。先ほど終了いたしました女子七種競技において見事優勝されました藤島高校の、高島里美さんに来ていただいております。高島さん、おめでとうございます。ありがとうございます。2日間本当にお疲れ様でした。試合内容を振り返っていかがでしたか？そのどの種目でもほとんどベストに近い記録が出せたので今回の大会はすごく良かったと思ってます。すごいですね、ほとんどの種目でベスト。ちなみに得意種目は何ですか？やり投げとか砲丸とか投擲系が得意なんです。パワフルということで、はい。それではまた今後試合を控えていると思うんですけれども何か目標や抱負があれば教えてください。3900点台を目指して頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。今後も活躍を期待しております。ありがとうございました。